桂本万葉集とは、現存する最古の万葉集の写本。巻第四のみが残り、霊館一館及び四十葉ほどの段巻が、初夏に分蔵される。段巻は特に、戸賀の大切れと呼ばれる。伝承筆者は霊巻が、きつ行きで、段巻は、源の順。実際は、荒野切れ、第二種の系統の筆跡であることから、源の金行き。 またはその流れを組むものと考えられている。諸写年代は11世紀後半頃。かつら本万葉集及びその段幹である戸賀の尾切れは万葉集の巻第四の写本であり、五代マハ集の一つで、現存最古の万葉集写本と考えられている。現時点では、両巻は見つかっていない。両紙は、縦2 6 9トル横5 0 2トルで、 草赤紫茶藍のつけ染めと白紙。金銀霊で花鳥草木などの死体が描かれ、天地に木枯が惹かれている。歌は、万葉金垣と金垣兵器。作者名や言葉書きが歌より一段高く書かれるという、特殊な書式を持つ。千学の万葉集式記盆女大並び端作詞指挙書の、鹿引下げ書のこと者、古書の集歌、から、個体の書式と伺える。 原尊霊漢は、蒸気漁師を16枚継いだものが残る。行数は493行で、全109種。館種45種を書き、9枚目までに57種、また152種かけ、巻きをまで52種損し、最後3種を書く。すなわち巻き第4の歌309種のうち200種を書くが、そのうち60種ほどが、 40点ほど残る断関とがのお説に確認される。かつら本万葉集の裏面の継ぎ目には、伏見天皇の顔が押されており、その所蔵にあったようだ。元気以降、元来以前に、前田家に伝来。中箱に、この一箱、吉原院加賀大名言理化室年代初つら貫き、有事筆奥書きしかも関白、秀次公書も入り剣山のところ切断奥書き、 清して鏡うんぬんとあって、前田利家室義春院が所持していた折、豊臣秀治が冒頭と奥書きを切り取る。現存霊館は、関東と関末が切られているが、これは秀治によるものだとわかる。その後、利家四男、前田敏常を経て、その四女、富子の嫁ぎ先である八丈の宮に送られ、明治時代の八丈の宮断絶の際に、 明治天皇に献上されて、漁物となった。戸賀のお節については、付属する極め札や鑑定類は古いものが多く、江戸時代の前半には相当数が切られていた。なお、戸賀のおぎれの名称の由来は不明。一部が戸賀のおに伝来したと伺える。書室は、造薄筆明集衆、戸賀のおぎれ、市販万葉真中な歌に行書金銀貨画家長、岩水草あり。 ありがとうございます。